はい、どうも皆様、アーサーです。モンスターハンターワールドアイスボーンやっていきます。よろしくお願いします。今回はですね、この最強の太刀、天上天下天地無双刀をさらに強くする方法を皆様に紹介していきます。まずですね、こちらのカスタム強化、これを選択して、で、天上天下天地無双刀を見てもらえば分かると思うんですけど、この武器レア度11なんですよね。で、レア度11だと何ができるか、カスタム強化の枠が多いんですよ、レア度12より。で、それをさらに拡張していきます。で、さらに拡張するにはですね、必要素材霊脈玉、あと霊脈の合流骨、最後は歴戦イベルカーナの角ですね。で、この中で特に難しいのが、歴戦イベルカーナの角ですかね。霊脈玉と合流骨は、歴戦ディオレウスとかでも手に入るので、これはさほど難しくありません。ただ、歴戦イベルカーナはですね、少し注意点が必要でして、その注意点を今から紹介しに行きます。はい、まずですね、マスターランクを99にしてください。これ99にしないと歴戦イベルカーナ戦えません。で、99にしたらですね、ここにいる調査班リーダーに話しかけます。で、話しかけると、こちらのクエストが追加されます。で、このクエストをクリアするとマスターランクおよび導きの地の地帯レベルの上限が解放されます。なので、このクエストを今からクリアしましょう。はい、クエストクリア。なので天上天下天地無双刀を強化する前にですね、まずマスターランク99にして、このクエストをクリアする必要があると。で、このクエストをクリアさえすれば、あとは簡単です。で、まだマスターランク99にできてない方はね、早めに上げることをお勧めします。個人的にマスターランク上げでおすすめなのは、導きの地で強いモンスターを狩るか、あとはあれですね、闘技場で強いモンスターを狩れば、すぐにマスターランク上がると思います。4人でやった方が一番効率いいですね。だから、救援信号とかで良さげなパーティーやったら、そちらのパーティーに潜るのがいいんじゃないでしょうか。さあ、これで全ての準備は整いました。あとは素材を集めるだけですね。ちなみにこの歴戦ネルギガンテ、歴戦じゃねえか、このイベネルギガンテを倒すとですね、ネギたちが作れます。ネルギガンテのたち、あれも結構強いよね。で、地帯レベルの上限が解放され、マスターランクの上限も解放と。で、マスターランク100にして地帯レベルの上限を解放したらですね、この導きの地の森林の地帯レベルを7にしましょう。これ森林だけでいいです。で、森林の地帯レベルを7にすると、歴戦イベルカーナが出現します。で、その歴戦イベルカーナの、角が必要なんですよね。あ、ちなみに歴戦イベルカーナの角が必要って書いてあったんですけど、これですね、導きの地に出現する歴戦イベルカーナでしか手に入りません。他のエリアに出現する歴戦イベルカーナ倒しても手に入んないんで、そこだけ気をつけてください。で、落とし物でも手に入るんで。はい、ゲットしました。あとは倒すだけですね。あ、はい、討伐完了しました。ずいぶんあっけなかったな。で、あとは剥ぎ取りとかでも入手できますね。あと報酬か。ただ先ほども言った通り、
導きの地に出現する歴戦イベルカーナでしか手に入んないんで、まあ、調査クエストとかやっても意味ないですね。だからまあどちらにせよ地帯レベルを7にしなくちゃいけないんで、まあ、地帯レベル上げ頑張ってください。ちなみに地帯レベルを上げるなら、まあ、先ほども言った通り森林だけでいいです。他のエリア上げる必要ありません。まあ、その理由は後ほど説明します。それではね、必要な素材が全て手に入ったので、まあ、早速カスタム枠を拡張していきましょう。天上天下天地無双等のカスタム枠を拡張と。じゃあここでカスタム枠の拡張は完了しました。で、次にすることは、これ。回復能力付与。これをつけます。で、必要素材は、歴戦ガルルガ、あと歴戦プケプケ、と、霊脈の合流骨。で、最後は、竜脈に眠る骨と。まあ、この中で難しいのは、歴戦ガルルガと、あと竜脈に眠る骨かな。なので、この2つの入手方法を今から紹介していきます。で、先ほど導きの地の森林のレベルだけ上げればいいって言ったんですけど、その理由はですね、こちら傷ついたヤンガルルガで、まあ歴戦ガルルガの素材が手に入ります。で、この傷ついたヤンガルルガは森林地帯をレベル6にしないと出てこないんで、まあ上げるなら森林地帯が一番いいですね。他の地帯レベルを上げてもこの傷ついたヤンガルルガは出てこないので。で、この傷ついたヤンガルルガもですね、導きの地に出現するガルルガでしか手に入りません。必要素材は。調査クエストとかやっても意味ないんで、まあ、そこだけ気をつけてください。それでは、今現在気づいたヤンガルルガ出現してるので、まあ、早速ですね、こいつを倒して、必要素材、入手に行きます。はい、落とし物で手に入ります。あとは倒すだけですね。捕獲完了と。ちなみにヤンガルルガは弱るとこの耳がまん丸になるんで、すごい分かりやすいと思います、捕獲するときは。で、あとはまあ剥ぎ取りもしくは報酬受け取りでも手に入るんで。うん、霊脈玉もゲットだね。そこで歴戦ガルルガの素材は準備完了。あとの骨はここですね。手に入るかな。はい、手に入りました。ここで回復能力付与の素材は全て入手完了です。なのであとはまあ戻るだけかな。まあ、念のため鉱石も集めておきましょう。特に必要ないけどね、後ほど使うかもしれないから。それでは早速この最強の太刀、天上天下天地無双刀に回復能力付与をつけていきましょう。ちなみにこの回復能力付与はですね、敵に与えたダメージに応じて体力がわずかに回復するという代物です。で、つけました。で、次にすることはもうお分かりだと思います。回復能力付与2をつける。敵に与えたダメージに応じてまた体力がさらに回復するというね。で、必要素材、歴戦イビル城、歴戦リオレイヤ、霊脈の合流骨、導きの竜骨、森林ですね。で、この中で難しいのは歴戦イビル城とあと導きの竜骨、森林かな。なのでこちらの2つの素材をですね、今から入手に行きます。で、歴戦イビル城もですね、
こちら、導きの地の地帯レベルを7にしないと出てきません。で、今現在、森林の地帯レベルが7なので出現してますね。早速、狩りに行きましょう。ここまで来ればね、ほんとあと一歩なんで、皆さんも頑張ってください。はい、落としましたね。これで手に入るかな。はい、ゲットです。あとはもう倒すなり捕獲するなりご自由にどうぞって感じですかね。捕獲完了と。で、捕獲したので受付嬢に報告。落とし物だけでなくね、報酬からも手に入るんで。で、ちなみにこれも、あれです。導きの地に出現するイビル城でしか手に入りません。調査クエストとかやっても意味ないんで、注意してください。で、最後の導きの竜骨はですね、今現在巨大骨塚が出現してまして、で、巨大骨塚ここにあります。で、ここで確定で入手できます。だからまあこれは楽ですね。はい、導きの竜骨、森林ゲットです。これで全ての素材が集まりました。皆さん、お待たせしました。ようやく、この時が来た。天上天下、天地無双刀の時代が、ついに来たんです。これね、レア度11だからできるんですよ。レア度12だと、回復能力付与2つけれませんから。最強の太刀、進化するんだ。天上天下、天地無双刀、回復能力付与2。ついに完成しました。これがアイスボーン最強の太刀です。皆さんもね、ぜひ作ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。